どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。今私はですねシカゴに来ております。で今日ですねここから、ホテル移動させていただいて次のね場所に向かいます。で次の場所はですねニューヨークということで、私の大好きなニューヨークに、今回ね行きます。で今回ねニューヨークに行くんですけども、フライト自体は明日の朝っていう風になっておりまして、ちょっとね朝結構早いので今日のところは、このシカゴからですねシカゴオヘア国際空港の近くのマリオットホテルに宿泊して、明日の朝ねニューヨークに行くっていった形になります。でホテルの方はですね先ほど撮りまして、その時のね動画をちょっとね挟みたいと思います。ではねどうぞ。それでは次にですね行く都市はアメリカニューヨーク、まあ私の大好きなねニューヨークということで、前回はですね昨年のね11月に、まあ、10日間ほどニューヨーク行きまして、まあ、私が泊まりたかったホテルにですね、まあもうラグジュアリーステイということで、まあ結構ね高いホテルばっかり宿泊させていただいたんですけども、まあ、今回ですねニューヨークのポイント宿泊で一番リーズナブルなところ、ここをねリビューしていきたいなと思います。まあマリオットボーもプレミアムカードね利用されている方はマリオットポイントね貯めていると思うんですけども、ニューヨークっていうのは非常に宿泊費が高いんですよね。非常に高いですので、あの一泊ね3万とか3万5000とか平気でしちゃうんですよね。まあ、これが一番低いホテルでもねそのぐらいしてしまうということで、まあポイントでね宿泊されたいって方ね多いと思うんですよね。でまた一番カテゴリーの低いホテル、まああのできるだけコスパ、まあ必要ポイントがね低いホテルでね宿泊されたい方もね多いかななんていうふうに思いますので、まあ今回ねニューヨークには2泊するんですけども、とりあえずね1泊この一番コスパのいいところでね宿泊ねしていきたいと思います。ちょっとね延泊するか他のホテルにするか、ね、ちょっと今考えてるんですけども、ひとまず一泊目はですね一番ねカテゴリーっていうか、まあ必要ポイントが低いホテルでね宿泊して、まあ、どういったサービスが受けられるのかっていうところをですねレビューねしていきたいなと思います。まああのニューヨークはですねコロナになるまでは本当にね当日予約とかにすると、もうあの2019年とかの私のちょっとクオリティの低い動画だと本当にね当日に予約して宿泊するみたいなことをしてたんですけども、その頃はですね本当に当日割引じゃないですけども本当にね68ドルとか、まあ、税金入れて90ドルとか、まあ、平気であったんですよね。まあ、でもねそういうホテルはですね残念ながら、まあ、そういうホテルはっていうわけではないと思うんですけども、まあ、ちょっとコロナの影響でね、まあ、あのリーズナブルなね本当にリーズナブルなホテルっていうのは、まあ、なくなってしまったんですよね。ちょっとねそこ泊まっておけばよかったななんて今は思うんですけども、今はねもう利用することができないんですよね。で今回ですね必要ポイントが低い、またねあの危険とかねマンハッタンから遠すぎるってなると、まあ、あんまり意味がないかななんていうふうに思いますので、今回はねマンハッタンっていうマンハッタン島の中でね、で安全なエリア、まあ、ちょっとハーレムはね除外させていただいて、その中でですね必要ポイントが一番低いところにね宿泊していきたいなと思います。じゃあちょっとねマリオットの画面出しておきますね。では今回ね5日から一応ね2日間ニューヨークには滞在するんですけども、ちょっと2日目はね今ちょっと検討中なんで、ひとまず1泊目だけ探したいと思います。これだと距離になってるんで、これでリワードポイントにして、はい、でまあ一番上に出てくるのはねスタテン島とかねモントベール、まあこれニュージャージーですね。ここら辺だとねちょっと意味がないんで、ちょっとマンハッタンの文字が出てくるまで下に下がっていきましょう。ニュージャージー、ここだ、 AC by マリオットニューヨークダウンタウンホテル、こちらですね。はい、22,000ポイント、同じポイント数で選べるのは他にあるかな。ニューヨークダウンタウンなんで多分ブルックリンブリッジとかそこら辺から近いホテルになるかなと思います。あとタウンプレイスのニューヨークブルックリンも同じですね。ということなんであれですね、 AC by AC ホテルズダウンタウンだったっけ、そちらが多分一番低いポイントになりますね多分ね。ここですね、 AC by マリオットニューヨークダウンタウン、ということでここにしましょう。はい、ということでこちらに1泊ねしてみたいと思います。いやここも私ね泊まったことないんですけども、AC ホテルの場合の注意事項ですね。 AC ホテル日本にもね銀座は私宿泊しましたけども、あそこもありますよね。で AC ホテルのブランドは
プラチナステータス以上でも朝食はありません。これだけ注意しておいてください。日本のね AC バイマリオと私が宿泊した時もそうですけども、あれはね特別対応っていうか、まあそのホテル独自でねプラチナステータスの方にまあチョイス特典で朝食ね選択できるようになってたんですけども、本来はねこれ利用できないです。ですので、まあ、この点はね注意してください。多分このホテルもね朝食ないと思いますんで、では予約していきましょう。まあでもどんな感じでねサービス受けられるのか、2万2000ポイントですからね、これ5泊しても11万ポイント、いやすごいですね。で5泊目が無料っていうことになりますんで、2万2000で4泊、だから8万8000ポイントあればこのAC by マリオットニューヨークダウンタウンホテルに、まあ、5泊ね宿泊できるっていう感じになりますね。そうなるとめちゃくちゃいいですよね。8万8000ポイントであればかなりいい方だと思います。ということなんで AC by マリオットニューヨークダウンタウンホテル予約できました。ということでこちらにね2万2000ポイントで予約しましたので、まあ、実際ねどういった感じのサービスが受けられるのか皆さんにねレビューできればなと思います。ということで本編の方にね戻っていただきたいと思います。はい、ということで今回はねマンハッタン島の中でマリオットボンベホテルでね一番コスパのいい、まあ必要ポイントがね少ないホテルで、ね、宿泊しようかななんていうふうに思っておりますので、シカゴの空港行ってホテル泊まって飛行機乗ってニューヨークね行きたいと思いますので、ぜひね楽しんでいただければなと思います。ということでひとまずですねこの JW マリオットシカゴからですね行きと一緒になりますけども、電車でねオフィア国際空港まで行ってホテルね宿泊したいと思います。ということで行きましょう。いやこの JW マリオットシカゴねめちゃくちゃ良かったですね。よいしょ。このホテルはねモバイルチェックアウトが利用できるみたいなんで、マリオットのアプリでねチェックアウトボタンを押してカードを返すだけで OK ということですんで、そうしておきましょう。チェックアウトボタンが出てこないな。なんでだろう。もうチェックアウト時間を過ぎてるからですかね。もうダメですね、出てこない。ということで寄ってから帰りましょう。ということでチェックアウトしてホテルね出たいと思います。ということでチェックアウトできました。結局人にチェックアウトしてもらって、多分あれなんですかね、チェックアウトのモバイルチェックアウト利用できますよって話だったんですけど、やっぱりあれなのかもしれないですね。通常のチェックアウト時間だったらまあ使えると。だからまあレートチェックアウト使っちゃうとチェックアウトボタンがね表示されないんで、滞在ありがとうございましたみたいな感じになってるんで、まあ、それで OK なのかどうなのかいまいちよくわからないんで、まあ、一応ね友人ブースでチェックアウトしておきました。ということで、駅の方向かってねそのまま空港の方に向かいたいと思います。まあこちらはですね、まあ来た道をそのまま帰るだけなんで、まあ面白いところはねあんまりないかなと思いますので、シカゴ国際空港までねちょっと飛んじゃいたいと思います。ではちょっと地下鉄乗ってね空港の方行きたいと思います。それではですね外に出てきました。この向かいにヒルトンが見えますかね。あー微妙に映ってないかも。まあこれがね、お部屋空港のヒルトンホテルなんですよね。まあ今回ここと迷ったんですけども、ポイント数が非常に少なかったんで、シェラトンにしました。シェラトンお部屋スイートホテルだったかな。はい。まあここからね車で5分ぐらいの距離なんですけども、まあそこまでね空港からシャトルが出てるということで、そこにね、宿泊しに行きたいと思います。でこのねシャトルバスセンターっていうね鉄道のね入り口から、まあ、すぐそばのエレベーターかで上がっていただくと、まあ、このバスセンターについて、まあ、ここからね、出てるみたいですね。まあ、ちょっとここら辺でね、待って、バス乗っていきたいと思います。3ドアの前って言ってたんで、多分ねここ3ドアなんで多分ここで合ってると思うんですけども、ちょっとここら辺で探したいと思います。いやなかなか来ないですね。10分ぐらい待ってるんですけどなかなか来ないです。今ね、ウェスティンと、スプリングヒルとあとマリオットホテルかシェラトン以外のねホテルは結構来てるんですけど、私のシェラトンホテルだけリムジンバスが来ないですね。いやちょっとでもねチャットで聞いた感じだと、まあドア3の前でピックアップオンリーって書いて言ってたんで、まあ多分間違ってはないと思うんですけども、なんかこれ来るまで結構不安ですね。
いやもうこの目の前のヒルトンだったらね、もうそのままこれヒルトンなんですけど、上にでっかくね見えるかな、ヒルトンって書いてあるんですよね。はい、そこだったらねもう本当にそこの横断歩道を渡ればねすぐ行けるんで、もしねあの目の前がいい人はこっちの方がいいですね。うん、私も明日のフライトね朝の7時半とかなんで、ちょっと国内線なんですけども、まあ2時間前ぐらいにはね、行っときたいなというふうに思いますので、ちょっとねポイントに釣られてシェラトンにしてしまいました。ですので私明日の朝もねバスでこっちに来なきゃいけないんで、まあ、ちょっとな4時から動いてるみたいなんで、まあ大丈夫だと思うんですけど、まあでもめちゃくちゃ早くね出る感じですね。ちょっと朝ごはんはいただけない感じになると思います。はい、ということでもうしばらく待ちたいと思います。では到着しました。特にね電話とか必要なく来てくれましたんで行きたいと思います。ではバスに乗り込みました。5分ぐらい来るということで結構近いと思うんですけど、歩くとちょっと遠いみたいな、まあそんな場所みたいですね。バスの方はね私だけです。まあすぐ着くと思うんでね、いや快適です。それではホテル到着しました。ちょっとね雨が降っちゃってるんで遠くから映せないんですけど、まあ、こんな入り口になっております。シェラトンの文字がねありますね。ということでちょっとねまだ3時過ぎてないんですけども、チェックインしていきたいと思います。多分もう2時45分ぐらいなんで行けると思います。ということで無事ねチェックインすることができました。見てくださいこれめちゃくちゃでかいですね。はい、ここのホテルはめちゃくちゃでかいんですね。上がねちょうど吹き抜けになってまして、映るかな、こんな感じですごいですよね。で今ここはねなんかなんて言えばいいのか、まあチェックインフロアの、まあ、奥にねバーカウンターとかがあって、まあここはねあのロビーみたいな感じになっておりまして、もうねあのチェックインねあの済みましてカードをもらってるんですけども、今ねちょうど団体さんが到着して、チェックイン終わったみたいで、あのエスカレーター待ち、エレベーター待ちかしておりますんで、ちょっとここで一休みしている感じでございます。でこのホテルはですね全室スイートルームということで、まあ、スイートルームがねあの基本みたいな感じで全部ねスイートルームになっているそうです。そういうことなんで、まあ、私の客室もねあのスイートルームになってるっていう感じですね。このホテルにもですねクラブラウンジがありまして、24時間やってるそうなんでめちゃくちゃいいですね。はい、ありがたい限りです。今日ねちょっと明日の朝フライト早いんですけども、まあ、今日ねチェックインして、お部屋紹介して前回の編集の、ね、続きをして今日のところは終わろうかななんていうふうに思っておりますので、まあ、ラウンジが24時間やってるっていうのはね本当にいいですね。ということでまだね団体さんが並んでるんで、まあ、しばらくねここら辺でゆっくりしてようかなと思います。いやめちゃくちゃすごいですね。はい、こんな感じになってます。すごいですね。うん、ちょっとねシカゴの空港からバスで来なきゃいけないデメリットはちょっとありますけども、まあスイートルームっていうことなんでね、はい、いいですよね。まあ観光っていうよりかはまあ本当にあれですよね、あの全泊用のホテルっていう感じですけども、まあ、それでもね全室スイートっていうのはねちょっと利用しやすいですよね。気分もちょっと上がる感じがします。しませんかね。ということでじゃあちょっと団体さんが行くまで待ってお部屋の方に、ね、行きたいと思います。それではお部屋の前に来ました。今回ね1110ということで行きたいと思います。よいしょ。はい、今回は全室スイートルームということで、この客室もねスイートルームというふうになってます。いやーやばいやばいですね。めちゃくちゃ広いですね。いやーこれ空港の全泊するホテルとしてはもう十分すぎますねこれは。いやーすごいすごい珍しい。カフェバーのところに水道がついてますね。いやーちょっと手前から見ていきましょう。へー、なんかいいのか悪いのか分かります？今ねちょうど清掃の方がね目の前通ってるんですけど、何でですね、珍しいと思うんですけども、こういった感じでですね、見てください。これね、廊下が出窓、なんていうんですか？カーテンでね、外が見れるようになってまして、これはちょっと初めてですね、マリオット系のホテルでも。あの円形っていうか、まあ、四角い形になってまして、真ん中がぶち抜きになってて、横の方にエレベーターがあるという感じですね。いや、これはなかなかレアですね。ホテル自体はね、そんなに新しくはなさそうですけども、
この広さはやっぱいいですね。はい、ということでちょっと軽く見ていきましょう。こっち側にライトが、お、こういう感じですね。はい、押したらつきました。でここにね、大きめのソファーが3人掛けでありますね。でこっちにもう一個電気があります。はい、でシェラトンということで、こちらになんだっけ、コーヒーマシンがあっていいですね。スタバのコーヒーがセットされてますね。でコーヒーはまあ3つ、あと1つはデカフェみたいになってるかな。でお水が2つ無料で利用できて、冷蔵庫は空ですね。はい、でも冷蔵庫があるのはありがたいですね。いやこれは珍しいですね。ここに水道があるっていうのはまあいいんじゃないでしょうか。うん、手とか洗える、いや違うかな、何の用にあるのかちょっと分かんないですけども。で反対側ですね、こちらになんだっけ、テレビがかなり大きいですね。これ60インチぐらいかな。はい、あります。でまあ引き出しとはまあ空ですね。はい、でこっちにね、仕事のしやすそうなデスクがあります。いや今日ね仕事これからしますんで、ちょっとラウンジかどうか迷ってましたけど、こっちでもいいですね。でここに電源タップが、いやこれはすごい、これはありがたいですね。 USB3 個の USB-C1 個の AC が6個。これはすごい。めちゃくちゃ充実してます。で電話とここに電気がありますね。でノースモーキングだよということで、タバコ吸わないでくださいっていうのが書いてあります。でこっちに金庫がありますね。はい、でこっちがバスルーム、バスルーム先見ましょうか。はい、今回もねちょっとバスタブリクエストさせていただいております。はい、でこちらがなんだっけ、シャンプーリンスですね。いやちょっとこのブランドは見たことないですね。シェラトンの、普通のシェラトンとはまたちょっと違う感じなんですかね。で下にお手洗いがありまして、こっち側ですね、アメニティはちょっと飛んでるかな、こんな感じになってます。でコップがあって、なんだっけ、コットンと綿棒とヤスリが入ってますね。でコップ2つの、これはハンドソープとかですかね。はい、でボディーローション、あとシェーブクリーム、あーシェービングクリームありますね。うん、でだけどヒゲ剃りはないと言えばもらえるんですかね、もしかしたら。で下にタオル類とゴミ箱です。で、はい、かなり大きいね、鏡があるんで女性の方は化粧とかしやすいんじゃないでしょうか。でこちらに拡大鏡があると。で寝室です。クローゼットがないな、クローゼットがないですね。ここかな、あクローゼットこっちにありました。あちゃんとガウンがねありますね。うん、ちゃんとガウンが入っております。2つ入ってますね。でハンガー、で上に枕とクリーニングバッグですね、失礼しました。はい、でこちらはベッドルームです。いやーでかいな、いいですね。かなり大きいベッドが2つ、まあ十分じゃないでしょうか。斜めから見るとこんな感じです。まあ今回ねバスタブをリクエストしたら、ちょっと部屋がベッドが2つになっちゃうよって話はいただいておりまして、まあそれでもねしてもらえるんだったらということでリクエストしていただきました。でベッド周りはねこういった電気、これこういうオブジェなんですかね。でここでライトと、でここに USB タイプ A と AC がありますね。それで以上ですかね。あと引き出しとかありますけど、ここは入ってないですね。で眺望、はい、ちょっとカーテンを開けました。でねこのホテルはですね、エアポートホテルということで、飛行機がね見える客室があるんですよね。でそれも一応聞いてみたんですけども、本日の方はね満室ということで、あじゃあだったらバスタブある部屋ありますかみたいな感じで聞いたら、バスタブもあるということで、バスタブをねリクエストさせていただきました。でも今ねちょっと今飛んでて見えなかったと思うんですけども、今ね飛行機が見えましたんで、まあすごい見えるわけじゃないけど、ちょっと一瞬ぐらいはねちょっと見えるような客室になってますんで、これもちょっと楽しいですね。うん、いやだからもうちょっとね左側の部屋であれば、空港こっち側に多分あると思うんで、多分バッチリ見えるみたいな感じだと思うんですよね。でこのホテルね結構高く、十何階建ての今回最上階なんですけどホテルなんで、多分見える客室はね本当に綺麗に見えると思います。まさかの目の前マクドナルドですね。
見えてるかな、はい、この左前にあるのマックですね。あ、今日の夕飯はマックにしようかな。いやもう本当にね、もう簡易的に済まして編集を終わらせたい気分。あ、来ました来ました、はい、見えてます、はい、あれはユナイテッド航空ですね。あ、十分ですね。いやこれは楽しい、いやこれ楽しいな、これ見える客室だったらもっと近く見えるんですね。いやちょっと後でレンズ変えてみたいですね。はい、ということで飛行機も見えるっていいですね。はい、でこっち側にソファーがあります。であとテレビももう一台ね、スイートということでこっち側にもあります。であとこの下に氷入れるやつとかグラスとか入ってますね。それ以外は空ですかね、タンとか。よいしょ、こういった感じになっております。ということで今回ね、こちらのホテルね、一泊お世話になります。シェラトンシカゴお部屋空港ホテルですね。このホテルですね、なんか知らないんですけども、必要ポイントはめちゃくちゃ低いんですよね。2万1000ポイントだったかな、私が予約した時は。まあ、先ほども言いました通りね、全室スイートルームっていう風になっているにもかかわらず、宿泊のね必要ポイントはねかなり低いっていう風になりますんで、まあ、これねちょっと全泊するホテルにしてはちょっと贅沢すぎるぐらいかなっていう風に思いますので、ぜひねこちら来てみるのもねいいのではないのかなと思います。またね、あの飛行機とかね好きな方はですね、窓からね飛行機も楽しめますのでいいですね。で24時間ねこのホテルはクラブランジで営業してるっていう風になりますんで、これもねいいですよね、ありがたい限りです。ということでこちらね一泊お世話になりまして、今ね、3時ちょっと前ぐらいなんですけども、これからねあの編集作業ね終わらして明日ねあの迎えたいななんていう風に思いますので、まあ、今日のところはですねちょっと早いですけども、こんな感じでね終わりたいななんていう風に思います。ちょっと後でねレンズ変えて飛行機だけねちょっと見に行きたいと思います。この感じだとね結構綺麗に見えるんじゃないかななんていうふうに思いますので、やってみます。ということで今日のところはねこんな感じで終わりたいなと思います。それではね、今ちょっと外をね見ながら待ち構えてるんですけども、ちょっとね携帯の画像も出しておきます。フライトレーダーの画像もね、もしかしたら今ちょうどね飛行機が向かっておりますので、ちょうど見れるんじゃないかな。こちらが JFK から来るジェットブルーの飛行機ですね、エンブライヤー 150AR、 ちょうど見れそうな気がする。どうでしょう、一応中望遠ぐらいのレンズをつけてるんで、おそらくある程度は撮れると思うんですけども、全然撮れなかったらすいませんね。皆さん見えてますでしょうか。これが今私が持っているレンズへの限界です。ちょっと遠いな、肉眼だともうちょっと近いんですけどね。はい、こんな感じになります。いやでも楽しい。ホテルの窓から見れるのは楽しいですね。はい、到着です。ちょっとカメラには見切れて映ってないかも。あ、ギリギリ見えるのか。はい、着陸しましたね。いやーこれは楽しい。今のところすぐ来そうな飛行機はなさそうですね。またねありましたらちょっと見たいと思います。いやこれはね眺めてるだけでだいぶ楽しいですね。ということでラウンジに来てみました。今ねちょうど誰もいらっしゃらないんで、ラウンジはこんな感じになってます。いや結構広いですね。でこちらにねソフトドリンク類があります。コーラ、お水、あとペプシ、ダイエットペプシ、あとミスティオかな、あれちょっと分かんないですけど、これねミスト、これはなんだ、サイダーかな。はい、あとヨーグルト牛乳、これもいつもフリーなんですね。これはありがたい。明日の朝は朝食ね、ちょっと私早いんで食べれないんで、ここでここら辺ちょっといただいていきましょうかね。あとお水と、おスタバのコーヒーマシンがある、これはいいですね。で普通のコーヒーマシンがあって、こっち側にねフルーツ、こっちはみかん、オレンジだ、オレンジとリンゴ、あとこれはいいですね。はい、スナック菓子もねありますね。でこっち側に座る席はまだあるとっていう感じですね。いやいいな、ここ24時間使えるのいいですね。窓からの景色はこんな感じになってます。と
ということなんで、私はここで仕事しましょうかね。うん、コンセントあるのかな。せっかくなんでドリンク飲めるところでやりたいんだね。はい、ということで荷物持ってきてここで仕事したいと思います。5時半から9時半まで、あ、5時半から7時半まで、ここもね食事タイムみたいなのがあるみたいなんで、それもちょっと軽くつまんでやっていきたいと思います。では今ランチの時間帯はですね、アペタイズということで、いや野菜とかね、クッキー、フルーツとチーズですかね、あと春巻きと春巻きですかね、はい、せっかくなんでいただきたいと思います。いや野菜がいただけるのは非常にありがたいですね。ちょっとしばらくね取ってなかったんで、たくさん食べたいと思います。どれもねとても美味しいです。一応春巻きももらってきました。これも美味しいですね。ということでちょっとね野菜をちょっと多めにいただいて客室ね戻りたいと思います。いやめちゃくちゃ美味しい。それではね、時刻は9時15分ぐらいになりました。やっとね編集の方が一段落してお風呂に入ってね休みたい。おおびっくりした。それはシリが勝手に反応したびっくりした。どこまで話しましたっけ、編集がねそうそう一段落いたしまして、明日ね朝早いのでもう早くね、お風呂入って歯磨きしてね休みたいと思います。ということで今日のところはねこんな感じで、おやすみなさい。このシャンプーの匂いめちゃくちゃいいですね。皆さん見えてますかね、お風呂上がって電気を消して寝ようと思ったらなんかボンボン聞こえるなと思って、そしたらね今日独立記念日でいろんなところで花火が上がってるんですね。ちょっとこれはと思って今カメラを回したんですけども、まあ、非常に遠くの方にちっちゃく見えますね。すごいな、なんかいろんな場所で光ってるんで、まあ、結構大掛かりな花火大会がシカゴよりちょっと遠くで行われてるみたいですね。お、ちょっと近いのがありましたね。肉眼だともうちょっと近いんですけどね、カメラ越しだとどうしてもちょっと遠く見えてしまって申し訳ない限りです。なんか結構思ったより見えるようになってきましたね。おはようございます。今ね夜中の1時16分で雨風の音がすごくてね目が覚めてしまいました。今もね雷見えてると思うんですけど、ずっとねピカピカ光ったりどっかに落ちたりみたいな、そんな音がねずっと鳴っております。いやあと6時間後ぐらいのフライトなんですけど飛びますかね。さっきまでね雨もすごい強くてゴー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 言ってなんか雹みたいなのが当たるような音もしてたんで、もうちょっと怖かったですね。でなんか予報の天気予報を見るとこれからまたさらに雨強くなるみたいで、まあでも7時とかそのぐらいにはねまた止むそうなんですけど、雨が大量に降るとね霧が、あ、すごい光ってる、霧がまたすごい出るんでね、じゃあそこが心配ですね。このホテルはすごいでかいんで、まあ、揺れたりはしないですけど音はすごくて雨の、はい、ということであと、まあ、3時間ぐらいで、いや2時間ぐらいか、2時間ちょっとぐらいね寝れたらいいなと思いますんで、もうちょっと寝ておきたいですね。まだ寝てから2時間ぐらいしか経ってないんで、ということでおやすみなさい。おはようございます。ただいま2時半でございます。
いや結局雨風で起こされてしまって、そのままねもう一回寝ることができなかったですね。いや非常に残念です。もうねなんか寝れる気もしないんで、まあパッキングまあそまあって言ってもまあ昨日来ただけなんで、まあパソコン等々しまうだけなんですけども、用意してパッキングして、まあそれからまあここのソファーでちょっとうとうとできればななんていうふうに思ってるんですけど、とりあえず4時のね、バスで空港に向かいたいと思います。ということで、あの隣の隣ぐらいの人がパーティーしてますね寝室にいた時はね全然聞こえなかったんですけど、もう止まったかな、あ多分注意されちゃったかもしれない、うん、今さっきまでまあまあな音量で、あの民族的な音楽がねずっと流れてました結構ねこの部屋にいたら結構気づくぐらいの大きさでしたね。向こうにいたら全然気づかなかったんですけど、まあちょっとねパーティーしてんなと思ってちょっと笑ってしまいましたけども、まああの寝てる時だから寝る時に聞こえなくてよかったですね。私ちょっと雑音がひどいとね、あのあんまり寝れない方なんで。ということで支度していきたいと思います。で朝食に関してはですね、本来は6時からあの広場のところにあるレストランみたいなところでいただけるそうなんですけど、ちょっと私はフライト的に間に合わないので、まあ、ラウンジ24時間やってるんで、あそこでバナナとヨーグルトぐらいはね多分あると思いますんで、まあ、そこら辺いただいてコーヒーいただいて出発しようかなと思います。ということで用意だけしてラウンジの方に行きたいと思います。では朝食いただきます。今ラウンジに来ておりまして、ヨーグルト、はい、こちらブルーベリーヨーグルトですかね。あと牛乳、ちょっと牛乳も全然飲んでなかったんで、あとリンゴ丸かじりしたいと思います。せっかくねアメリカに来てますんでね。ということでいただきます。いいですね、ホットチョコレートまで作れるっていうね、すごいですよね。さすがにこれラウンジで置いてあるのはここまでちゃんとしたの初めて見たかな。ニューヨークのタイムズスクエアのシェラトンもあった気もなんとなくするんですけど、いただきます、うん、あ美味しいっす。ラウンジはね普通にもう朝食の用意が、ここでも朝食出るみたいですね、はい、用意がされてて、多分あとはここにパンとかねホットミールとか入れて営業される感じですね。あとポテチをもらいました。ちょっと美味しそうだった、昨日から狙ってたんですよ。まあ今日はこのままもう寝ないんでいいでしょう。めちゃくちゃうまい。間違いないですね。すごいですよね、冷蔵庫にすでにヨーグルトと牛乳が入ってるって。もうここまであって、あとシリアルが置いてあったらもう24時間誰でも朝ごはん食べれますみたいな感じですね。あ、美味しいですわ。牛乳もね普通にめちゃくちゃ美味しいですまあなかなかしないですよね。まあ多分このミルクはあれなんでしょうね、コーヒーに入れる用のミルクなんでしょうねきっと。あのスタバのコーヒーとかもそのミルクを入れる術がないんで、多分そうじゃないのかな。もちろんカプチーノみたいなのは多分右のマシンで作れると思うんですけど、はい。ということでちょっとゆっくりいただいて、まあ今3時なんであと1時間ですね。もうパッキングもほとんど終わったんで、あとは忘れ物チェックして4時のバスに乗って空港を迎えたいと思います。いや今日体力持つかなちょっと早々にホテル行ってアーリーチェックインさせていただければいいんですけどね、これができないってなるとちょっとあれですね。気合でニューヨークの街をお散歩しましょうかね。ということでちょっとゆっくりいただきます。ではシャトルバスに乗って空港に向かいたいと思います。ただいま3時40分ぐらいですね、4時にねあのバスが来るそうなんでそれに乗っていきたいと思います。忘れ物平気だな。もう一回見とこうか。いや非常に良かったですねこのホテル、また来たいぐらいです。
っぱりスイートっていうだけでね、あれですよね、うん、滞在してて楽ですよね。まあ今回一泊しかしませんでしたけど、結構エレベーターが稼働してるな。乗ってる人はいない。こんな感じになります。ここが昨日私がいたチェックインフロアの待合室ですね。かなりでかいですよね。よいしょ。ではそこら辺で待ってればいいのかな。ひとまずね、チェックアウトしちゃいましょう。カードはね、ここに返せば OK です。エクスプレスチェックアウト。よいしょ。 This is a express checkout、ということで、なんかね、アプリがうまく動かなかったんで、はい、あとはやっててくれるみたいなんで大丈夫そうですね。ということで、この辺で待ちたいと思います。ということで、並んでる人はね、外に出たんで、もうバス来たのかと思ったらまだ来てないですね。ちょっと音楽がガンガンに鳴ってるんで、もしかしたらここやばいかもしれないですね。ということで、もうしばらくね、待ちたいと思います。映りますかね。ホテルの周りはこんな感じ。本当にね、何にもないって言ったらあれですけども、本当に車で来るっていう感じですね。はい、でもまだね、夜中なんで夜景が美しいですね。ちょうど私の部屋から見えたマクドナルドはこっちですね、はい、あれが多分マックだと思います。ということで、あともう3分ぐらいで来るはずなんで、もしかしたらもう、あの、ま、いるバスがね、誰か運転手が来て乗ってく感じかもしれないですね。ではもうしばらく待ちましょう。では乗りました。5分ぐらいですね、揺られたいと思います。ということで、無事、シカゴ・オフィア国際空港ターミナル3に到着しました。今回ですね、ブリティッシュエアウェイズのアビオスを使って、アメリカン航空の特典航空券で行きます。ということで、マイル数は1万2000マイルとか、まあ、そんなもんだったと思うんですけども、このシカゴ・オフィア空港から、ラガディア空港、ニューヨークの、ね、ラガディア空港に向かいます。で、チェックインは、ね、もうできると思いますので、早速ね、やっていきたいと思います。では行ってみましょう。もうね、モバイルチェックインを済ましておりますので、 QR コードをね、持っておりますので、あとはもう手荷物を預けてみたいなね、まあ、そんな感じになると思います。これですね、チェックイン、自動チェックイン、日本語がちゃんとありますね。航空券をスキャン。ずっと下の入り口みたいなところにずっと入れようとしたら、ここに赤外線カメラがある。ガス、はい、危険物は持っておりません。今回ね、ノンステータスで乗りますんで、ワンワールド非常に怖いですよね。米軍関係者、いいえ、必要なものを追加してください。搭乗券は印刷しておきましょう。座席は一応聞いて見てみましょうかね。マイレージプログラムとか、あ、これですね。一つ荷物がありますね。続ける。いや、日本語でできるのいいですね。なんか座席指定がダメみたいだったですね。あれ大丈夫だった。これらの日もお預けがございますか。ない、いいえ。手荷物は1個。あ、やっぱり有料なんだ。なんかね、有料なんじゃないかって書いてあった気がしたんですよね。まあこれはしょうがないですね、はい、$30、はい、ということでお金を払いましょう。はい、これで OK ですね。旅行アップグレードしますか。いいえです。どんどんあれですね、トッピング形式になってるんですね。あ、OK ですね。バゲージタグ来ました。タグが2枚来たな。あ、もしかしてこれやっちゃったパターンかな。あ、これやったパターンかもしれないですね。あ、もしかしたら1個は無料だったのかな。2枚出てきちゃいましたね。はい、ということで、ちょっとよくわかんないですけども、ひとまず発券完了です。では手荷物預けたいと思います。ではなんとか終わりました。ということで、セキュリティチェックね、行きたいと思います。
ということで無事ね、出国審査じゃないですけどもセキュリティチェックね、いやめちゃくちゃ厳重にベルト靴までね、あのアメリカの空港は外されちゃうんですね。で今ね、4時半ということで多分プライベートバスのラウンジかなんかあると思うんですけども、先にねゲートを確認してから、ラウンジちょっとね楽しみたいと思います。一応ね出発が7時半で、アメリカン航空のアプリのねトップ画面にオファーみたいなの来てまして、ちょっとそれをねここらに出しておきますけども、便を変えると525ドルのトラベルクレジットをあげますよみたいな、まあ、そんな表示が出て、なんかね金額は選べたんですよね。でちょっとよく分かんなかったん で寝ぼけてたのもあったんで、とりあえず925ドルっていうのをねクリックしておきました。でゲートで声かけてくださいということで、今日ね K3 っていうゲートがここかな、はい、ここなんで、ちょっとね係員の方が来たらねちょっと声かけてみようかなと思います。1便1時間遅らせたら、まあ、そのトラベルクレジットがもらえるみたいなね、まあ、そんな印象だと思います。ということでいらっしゃらないですね、ちょっと聞いてみたいと思います。ということでプライオリティパスのラウンジね、あるみたいなんですけど、7時からということで、私の搭乗時刻ね7時半なんで、まあ、ちょっとね行かないですよねはい、ということで、まあ、ひとまずねあの先ほど の,、ね、あのオファーの件をゲートで聞いてくれっていう感じみたいなん でね、まあ、もちろんこの時間なんでね誰もいらっしゃいませんので、ゲートにね人が来たらちょっとこのオファーの件聞いてみたいと思います。925ドルだったかな、かなり高額ですよね。本当にもらえるのかな、1時間遅らすだけでそれがもらえるんだったらちょっとねやりたいですよね。ということでしばらくここら辺で寝たいと思います。ということで時刻はね今6時40分になりました。6時50分だったかな搭乗開始が、なることですんで、もうしばらくしたら搭乗開始になるんじゃないかな、6時50分ぐらいって書いてあったんで。で例のオファーですけども、どうやらねオーバーブッキングを予想して、まあ、事前にねある程度募集して、まあ、必要だったら呼ぶみたいな、まあ、そんな感じで一応聞いてみたんですけども、まあ、必要ないよみたいなね、まあ、そんな感じで、まあ、あしらわれた感じですねということなんで、まあ、ちょっと残念ですけどもうしばらくしたらですね登場していきたいと思います。ということでもうしばらくねご覧に待っていたいと思います。もう仕事してたらね一瞬でしたね。それでは間もなく登場になります。今ねグループ5番で私はグループ7番ということで、もうそろそろ呼ばれるかですかね。いやこういう時にね本当にステータスは持っておきたいですよね。 GGC やりますんでもうちょっとしたら取れると思います。ということでもうしばらくしたら登場していきたいと思います。Do you want to see if there's a line on the bridge though? Because nothing is backed up, so that's good. Thank you. Have a nice day. Hi. Good morning. Thank you. You're all set. Enjoy your flight. Hi. Good morning. How are you? では、やっと登場しました。32F ということで、一応窓際なんですけども、ね、事前で見た感じだと満席ということで、どんなフライトになるでしょうか。もうめちゃくちゃ眠いんで寝ちゃいたいと思います。2、3時間かかるかどうかぐらいのフライトだと思いますね。はい。ということで今も搭乗する段階で並んでます。それでは搭乗いたしました。今回はね、ボーイング737ですね、アメリカン航空です。はい、初めて乗りますかね、アメリカン航空。あんまり乗った覚えがない気がしますけども、座席ピッチはこんな感じです。モニターなしですね。でも USB のさ、Type A のコンセントあります。で、前の人のゴミが入ってるんですね。うん、これはアメリカあるあるだと思います。足元はこんな感じ。うん、まあ私はね窓際なんでそんなに圧迫感はないですね。まあ隣の方もいらっしゃるんで、真ん中の席の人はだいぶきついと思いますね。今日はねパンパンになってます。今回ね窓側を押さえておりますので、こんな感じでね外の景色も楽しみます。シカゴオフィア国際空港ともこれで今回の旅でねお別れとなります。プライオリティパスのラウンジがあると思ったら全然なかったっていうね、まあ、ある意味あるんですけど、ターミナルが分かれてたのと、多分あ繋がってるんですかね、ちょっと詳しく見てないですけども、
ちょっと残念ながらね、デルタクラブとかもあるんですけど、デルタを利用してないとね、まあ、それじゃあプライオリティパスじゃなくて、アメックスプラチナのやつですけどね。サービスだともあると思いますんで、そちらもね楽しんでいきたいと思います。それではですね、このアメリカンエアのねフライトはここにね QR コードがついてまして、まあ、これを読み込むとですね、このアメリカンエアの、まあ、サイトはね、あの Wi-Fi、まあ、なんですか、 Wi-Fi 接続して見ることができます。でこれを見るとですね、ちょっとこの画像だけになってるかもしれないですけども、こういった感じでね、アメリカンエアのサイトにつながって、まあこちらね、このアメリカンエアのフライトのアメリカンエアのサイトにつながるのはね Wi-Fi いらないんですけども、まあ、それ以外ね、あの1時間の Wi-Fi だったりフライトパスだったりコンプリメタリー Wi-Fi ということで、まあ、こういった感じでね利用することができます。これちょっと後で接続してみると、どういう意味なのかよくわかんないですね。で、登録とか、2デバイスとかね、いろいろありますね。ちょっとこのコンプリメンタリー、まあ、無料の Wi-Fi、ちょっと見てみましょう。多分これは、あれなんじゃないのかな。もしかしたら国内さんは無料で使えるみたいな、そんな感じですかね。これに接続して、あのアメリカンエアのアプリを開いて、アメリカンエアの、まあ、コンテンツが楽しめるみたいな、そんな感じかもしれないですね。まあ、こんな感じでアメリカンエアの広告とかも流れてきますね。あ、ログインが勝手になるんですね。ログイン完了。あ、30分。はい、こんな感じで。普通にツイッターとか見れるのかな。あ、普通にツイッターとか見れますね。ってことはあれですね。普通に見れるんですね。30分間無料で利用できるみたいですね。普通にヤフーニュースとか。あ、見れます見れます。本当に無料だったのがちょっと心配になる感じですけども、まあ、おそらく大丈夫でしょう。あ、出ますね、ちゃんと。ちょっとそんなに早くはないですけど、アメリカンエアのサイトにもあったので、あ、マイルを稼いでポイントを稼いでステータスを取りましょうっていう感じのことが書いてあるんだと思います。30分とはいえ無料で利用できるのは非常にいいですね。 Wi-Fi 無料っていう感じですね。で、それ以外にもですね、こういった感じで、ニュースとかもね見れるみたいですね。ちょっと見てみましょう。これは見れないのかな。
さぜひ注文してみてください。まあでもビール8ドルとかなので、まあ、そこまで悪くはないですね。10ドルぐらいいきそうな気がしますけど、いいですね。ちょっとこのねジャックダニエルとかちょっと欲しくなりますね。ということで多分ねドリンクサービスあると思いますので、そちらも楽しんでいきたいと思います。それでは機内サービス始まりました。コーラとビスケットいただきます。それでは着陸態勢に入りました。まもなくニューヨークラガーディア空港に到着となります。それでは無事ラガーディア予報地に到着しました。結構着陸跳ねましたね。ということでラガーディア空港到着いたしました。結局仮眠を取りたくてお酒飲んだんですけど、結局お酒飲んでも寝れなかったですね。完全なお金の無駄をしてしまいました。ということで手荷物を取ってマンハッタンの方に行きたいと思います。このラガディア空港はですね、地下鉄がね直結してないんですよ。ですのでバスで駅まで行ってっていう感じですね。ということなんで、ひとまず手荷物を取って街の方に向かいたいと思います。いやラガディア空港とか多分初めてニューヨーク来た時以来ですね。白タクにぼったくられた以来ですね。いやめちゃくちゃ久しぶりだ。いや本当にニューヨークはコロナ前に戻りましたね。まあ、人の流れはあれですけども、マスクつけてる人なんて本当にほとんどいないですからね。まあでもあれですよね、私からするとアメリカはマスクつけちゃいけない国だったんで、そうなるとね、なんか風邪予防でつけたくてもつけられなかったんで、まあ、個人的にはね、まあいいかなと思いますよね。まあ、夏はきついですけどね、冬とかね、つけたいなと思っても、もともとアメリカはマスクてるイコール重病者みたいな扱いで、つけない方がいいですよみたいな感じで言われてたんで、まあ、そう思うとね、まあマスクつけてもね、変に思われなくなったって意味では、めちゃめちゃいいんじゃないかなと思います。いや路線バスに乗って地下鉄乗ってマンハッタンに行くつもりなんですけど、スーツケース引いていくのはちょっとあれですねちょっと大変ですね。では手荷物取ってとりあえず外に出たいと思います。それでは今ねバゲージクレームのところにいるんですけども、無料でね地下鉄まで出てるみたいですね。これに乗っていきたいですね。ちょっとこれ探したいと思います。まあ、フリーって書いたんで無料だと思いますね。ではね行ってみたいと思います。ではね一つ下に下がってこちらですね、外に出るとパブリックバスサブウェイっていうのがあるんで、それに乗りましょう。あれですね多分、これだ、ちょうど来た、ありがたい。じゃあこれに行きましょう。おー、ナイスタイミング。
どうやらね15分間隔で来るみたいなんで、まあ、かなり利用しやすいのではないのかなと思います。いやこれはめちゃくちゃありがたいですね。あの MTA っていうねニューヨークの、まあ、ニューヨークメトロの地下鉄が運営してるねバスで駅に向かって、でそれで地下鉄みたいなね感じで思ってたんですけども、いや無料で利用できるのはねこれは覚えておいた方がいいですね。まあ、日本からねラガーディアの直行っていうのは多分今はないと思うんですよね。昔はアメリカエアラインがねあったはずなんですけども、あれはね今もう欠航になったと思いますね。結構前もう10年近く7、8年前に欠航になって、そのままもう戻ってないと思うんで、まあラガーディア空港ね利用される機会がある方はぜひ無料で地下鉄アクセスして、そこから地下鉄がねいいかなと思います。まあタクシーだとまあ多分$30-40かかると思いますし、地下鉄だったらね多分おそらく 7.75、 いや5、無料で来れてるんで 2.75 で行けるのかな、最高ですねいやこれはめちゃめちゃいい。はい、ニューヨークのエアトレインもね結構高いんで、それを考えるとねかなり節約できたんじゃないかなと思います。いやありがたいですね。ではちょっとどのぐらいかかるか分かんないですけども、ちょっと揺られたいと思います。ではバス降りました。こちらですねラガーディアリンクっていう書いてあるバスですね。でここの駅はですねちょっと私もバタバタで乗っちゃったんで、こちらですね、ジャクソンハイツ駅ですね。 EFMR7 通ってますんでかなりね利用しやすいと思います。まあ多分ほとんど行けるんじゃないかなということで、これに乗って私はちょっともう一回ホテルの場所を調べてからあれしますけども、これに乗ってマンハッタン向かいたいと思います。ということで今いるのがですね、どこだっけ、このラガディアリンクって書いてあるこの駅ですね。ここ今ここにいますですね。まあここからここまで送ってもらった感じですね。まあ書いてあるんですけど、はい、で今、ここにいて、あこっちか、こっちにいて、ここからマンハッタンに向かう感じです。で私はですねこのウォールストリートとか、まあ、ここら辺になるんで、ひとまず適当な電車乗って、このウォールストリートとかフルトンステーションとかね、まあ、ここら辺にアクセスできる駅に移動したいと思います。では行きましょう。ということで駅のホーム着きました。ひとまずここで、マンハッタン方面のね電車待って乗っていきたいと思います。ニューヨークは暑いですね。はい、飛行機の中はね寒かったんですよ。ですのでちょっと長ズボンに着替えたんですけど、今はちょっと暑いですね。そして手荷物が重いでは電車に乗って乗っていきたいと思います。多分ねここから40分ぐらいかかると思いますんで、まあ、ひとまずね最寄りの駅までね一回カメラ止めちゃいたいと思います。ということで、ね、今、フルトンステーション着きました。タイムズスケア42丁目で一回乗り換えて、で、まあ、ホーム降りてまた電車乗り直しただけなんですけど、まあ、それで、最初乗ったのが E トレインで、C トレインに乗り換えたのかな。でこのフルトンステーション結構下の方までね、ブルックリンブリッジの近くの方まで来ております。でここからですね海沿いの方まで歩いて、まあ、海沿いの方まで歩いてちょっと右曲がったらホテルあるみたいな感じです。ですんでまあここからねホテルまでだいたい10分ぐらいなんで、まあ最寄り駅からね10分ということで、まあまあかかりますかねまあまあかかります。もうちょっと近い駅があったのかな、もしかしたらブルックリンブリッジ駅とかの方が近いかもしれないですね。いやねニューヨークの地下鉄の案内にねエレベーターがあるかどうかね教えてくれますんで、これはいいですね。うん、車椅子のマークがあったら基本的にエレベーターがある駅っていう風になりますんで、この重たいねスーツケースとか持ってる方も利用しやすいのではないでしょうか。私もこのフルトンステーションにちょうどねありましたんでちょうど良かったです。じゃあホテルまでねもうちょっとかかりますんで、ホテル到着するまで一回止めちゃいたいと思います。ということで AC ホテルダウンタウン到着しました。いや思ったより遠かったな。まあでも10分ぐらいなんですけど、見えますかね、本当に海の、これはハドソンリバーかな、違う、イーストリバーかな、はい、の真横っていう感じで、
か風がめちゃくちゃ強くて音ちゃんと取れてないかもですけど、めちゃくちゃ海沿いでいいですね。ということで、まあ、ちょっとチェックインできるかわかんないんですけど聞いてみたいと思います。ということでチェックインねさせていただきました。今回ね1001ということで、いやありがたいですね。まだ12時半なのにちょっとね軽く荷物を置きに入りましたけども、いかがでしょうか、どうでしょうか、どうでしょうか。こんな感じになっております。こちらキングサイズベッドのコーナールームにアップグレードねしていただきました。一応ねあのコーナーだとこのあの景色とこのねこっち側に景色が楽しめるみたいな、まあ、そんな感じになっているそうです。これがニューヨークの AC ホテル、どうでしょうか。でこちらが、ミニバーですね。はい、おしゃれなやつですね。見たことない。紅茶はタゾーですね。あと氷入れるやつとコーヒーマシンと金庫ですね。でこちらお水、こちら無料って言っておりました。でこちらにアイロン台とアイロン、でこっち側に USB と AC が2つですね。あとリモコンと電話があります。でこちらがベッドですね。いかがでしょうか。結構大きいですね。てか結構大きいな。うん、かなり大きい。うん、かなりいいんじゃないでしょうか。うん、これニューヨークですからねいやいいと思います。でこちら側に電気と AC と USB ポートこっちにもあって、これが あそこの棚の電気がここにあるんですね。なんともっていう場所にありますね。まあいいでしょう。でテレビが反対側にあります。でここにね仕事できるデスクがあって、こっちに USB Type A2 つと AC があります。テレビは結構大きいですね。これも60インチぐらいありそうな感じで、景色ですね。はい、こんな感じになっております。いやかなり良くないですかこの景色。まあちょっとねここら辺はオフィス街なんで、多分夜はね結構真っ暗になっちゃうと思うんですけど、でも良くないですか。まあ、こうウォール街とかね、ワンワールドトレードセンターとかオキラスとかね、そこら辺が近い地域になりますかね。あとブルックリンブリッジとかも近いです。はい、ではね次洗面台行きましょう。はい、こんな感じになっております。洗面台にはね電気がついておりまして、石鹸ですね。あ、ちょっと映ってないかな。はい、こちらに石鹸があります。ちょっと飛んでますね。はい、石鹸が入ってます。でタオルでドライヤーとティッシュっていう感じですね。でお手洗いがあって、でこちらシャワーブースですね。まあシャワーブースは、まあ、そこまで大きくはないですかね。今回ねコーナールームとバスタブルームどっちがいいですかみたいな感じで聞かれて、まあそれはねコーナールームの方がいいでしょうということでコーナールームにさせていただきました。でシャワーは、固定式と可動式と固定式ですね。でアメニティのこれはなんて呼ぶんだろう、コーレスって呼ぶのかな、ちょっと分かんないですけども、こちらのブランドが採用されてます。こちらボトル式になってますねっていう感じになります。ということでこちらのホテルね2泊お世話になります。カードキーはですね多分これ東京と一緒かな。はい、こんな感じで AC ホテルのブランドになっております。でこちらね事前情報でね話した通り朝食はねないんですよ。で朝食はなくて1日10ドルのクレジット、まあ今回私2泊で結局ね宿泊しますんで20ドル分のクレジットがもらえて、コンビニみたいなのがね1階の脇みたいなところにあるんですよね。でそこで使えるっていう感じですね。もしくは、マリオットボンボホテルポイント500ポイント、まあ、どっちかっていう感じですね。でこの10ドル分のクレジットに関してはAC キッチンっていうね朝食サービスしてるところがあるんで、まあ、そこで利用しても OK っていった感じになります。で朝食はね25ドルっていう風になりますんで、まあ、大体15ドルはね自己負担して利用していただくっていう感じですね。
まあそういったぐらいですかね。特にあのレイトチェックアウトはですね、今回私利用いたしませんので、まあ言えば多分カフェやらせてくれるとは思うんですけども、まあそんな感じですかね。プラチナステータスの特典としてはこの客室ね、コーラールームにアップグレードしていただいたっていうところですかね。まあでもここね、2泊で4万5000ポイント、1泊目が2万2000ポイントで、もう1泊目が2万3000ポイントだったと思うんですけども、いやめちゃくちゃ良くないですか？ちょっと正直ね、もっと狭いと思ってました。特にこのここら辺のスペースとかそこら辺のスペースとか、まあここ普通にスーツケース広げればね、普通に生活ルートにね、まあ、支障なくね使えそうな感じがするんで、個人的にはねかなりいいんじゃないでしょうか。ですんでここまあだいたい2万から2万3000ポイントだったとしても、まあ、5泊で10万ちょっとで、まあ、5泊目が無料になるんで、まあ、8万ポイント台で、まあ、5泊とかね宿泊することができますんで、まあ、ちょっとねマリオットボンボイのプラチナステータス以上持ってる方で朝食は無料にならないっていうのはねちょっと残念ポイントではあるんですけども、ここかコートヤードっていうね、まあ、選択肢になるかななんていうふうに思いますので、コートヤードの方は多分ね朝食多分あると思うので、まあ、どっちかっていう感じですよね。まあ一応ねこっちの方がねそれ以外のね期間も見たんですけども、宿泊自体はねこっちの方が必要ポイント少ないんで、まあ、相対的にはこっちがね下がってくるかななんていうふうに思うんですけども、まあ1日10ドルのねクレジットだと、まあ、なかなかね朝食の賄うにはね行きませんので、本当にジュース2、3本とか多分そういうレベル2、3本いけるかな、多分10ドルだったらいけるかどうかちょっと分かんないっていう感じになると思うんで、はいっていう感じで、まあどっちを選ぶ感じかなっていうところですかね。まあ個人的にはですねちょっともっとね狭くてちょっと辛い感じになるかなと思ってたんで、いやいいんじゃないかなと思います。でアーリーチェックインもねさせていただいたんで非常にありがたいですね。ということでここにね2泊お世話になります。で今日のところはですねちょっとねひとまず疲れましたですけども、ここで寝ちゃうとね生活リズムまた狂っちゃうんで、今日はね頑張って起きておこうかなと思っておりまして、ひとまずねちょっとゆっくりしてから起きるね食べに行きたいと思います。ということでちょっとだけねゆっくりさせていただきたいなと思います。